ジャパネットタカタのカタログの中で私がねまだね買ってないものがあるんですよそれは洗濯機なんですよ今回ですね洗濯機がこれ万円で販売されてます元のお金は高いんですけどもどんな洗濯機でも2万円で買い取りしてくれるらしいんですよ何を隠そう我が家にある洗濯機は10年前中古屋で買った2万円弱の古い洗濯機です 10年前中古屋でで買ったんですよすごいでしょ、ね、それまでは我が家に洗濯機はありませんでしたまあどうしようもなく狭い今私が住んでいるトイレと同じ大きさのマンションに住んでましたからねこれはあの弟子のね椎野家雅く君がその後私が住んでいたところを不動産屋さんにね開けてもらってレポートを作れた動画がどっかにありますんでまあ 探すのはね私でも不可能だったんで探せないと思いますけども,もう本当にそういうのがね広島市の中区三河町っていうね一等地にあるわけなんですよ <laughs> であんまりボロいところだって言いたくないのはそこのマンションにもオーナーさんがいらっしゃって非常に当時ねお世話になったからねあのボロとは言いませんただ狭いのは事実なんで狭いですでもその狭いところから私の億万長者合宿っていうのは始まったわけなんですよまさにその狭いオフィス 今私が放送をお届けしているこの部屋のね3分の1ぐらいの大きさのここがだから10畳ぐらいですから3畳ぐらいの部屋から私は1億円ってものを稼ぎ始めたんですよねさあそれでね何が言いたいかっていうことなんですけども洗濯機当時はなかったんでもう常にコインランドリーでした週に2日コインランドリーに行ってましたね、うん、でそこから速果塾ってのを始めたのをきっかけに すぐにね売り上げがたったんでポンと,、えー、と6月に即開塾を始めて8月にはセミナールーム付きの新マンションに移ったんですよねたった2か月です家賃が10万円超えたところですよねで、えー、そこはね久保広ハイツ言っていいのかな久保広ハイツっていうね袋町公園の正面にあるところでした、まあ、まさに久保広ハイツっていうのは、まあ、久保っていうね私の名前と符合してあの なんかあ久保さんってビルも持ってんだっていうふうに勝手に思っていただけたところはあるんでねまあなかなかいい巡りやすさだったなと思うんですけどねで今回何が言いたいかというとこの洗濯機なんですけどもそれほど古くなったものをねやっと買えるんですよまあ大和くんが生まれたんで洗濯物が増えて、まあ、今回ね9キロの大きめの洗濯機を買おうかなっていうこととあとねドラム式の乾燥機付き洗濯機も使ったことがあるんですけども非常に使いにくいですね で、乾燥機って言っても2時間ぐらい乾燥にかかっちゃったりするのかなだから一日に2度3度洗濯したい時は洗濯機にね拘束されちゃったりするんですよあとは理由が2つほどあってあの乾燥機が必要なことってめったにないですだって雨の時とか寒い時とか乾燥機使いたいでしょでも1年のうちにどんだけあるんですかって大抵冬でも干せば終わりですからね朝干したらら。夕方にはできてますからもちろん、 なかなかそういう作業ができない場合は深夜に干したりとかするっていうのがなかなかできないんで乾燥機使えたりするんですけどもそこにね3つ目の理由が来るんですよ。それはですね布団を干して取り込むっていう行為っていうのは日常生活動作の中である一定の運動をもたらしてくれるんですよ。1階で洗濯して2階に持って上がって洗濯物干すっていうふうなね簡単な作業ですけどもそれが日々あることによってまあ一定のねあのー まあ、ダイエット効果を出すかなっていうところですよね。だから何でもかんでもサボればいいってもんじゃなくて、多少は生活動作の中に、あの、運動を残しておきたいなっていうところがあってね、今回は、こういうふうな、乾燥機のない形にしようかと思います。さあ、そして今日のクライマックスですけども、10年前に中古で買った洗濯機が10年使えてるわけですよ。中古で買った洗濯機が10年ですよ。ということは、新品で買ったこの最新型の洗濯機は、これから、 10年以上使えるなと思ったらおそらくですよこの洗濯機がお払い箱になる時は私は60代を超えてるってことですよいやどうですかちょっと怖くないですかそのぐらい時間っていうのは振り返ってみると早いけどもこれから先を見ても結構早いんですよねうん多分この洗濯機を買ってこの洗濯機がねパーになる頃には私は60代それもありますけども大和くんは10歳を超えてるし多分ですよ 私の両親はもういないでしょうねそう考えたらこれから買おうとする洗濯機にもなんかねちょっとドラマを感じざるを得ないかなっていうところがありますねはい、今日のお話はそんなところでございます皆さんもね日々の暮らしというのが当たり前のようにあるんじゃなくてその暮らしの中にどんなドラマを導き出せるのかっていうのはもう自分の受け取り方次第受信力次第なんですよねえー、ということでね今日はね このジャパネットの方のこれがね私ののの動画の量産方法の一つなんですよ、うん、何を見てもねそこにこういった語りをかぶせることができるもちろん台本も何もありません誰かから刺激を受けたわけじゃなくてあの洗濯機を買おうかなと思ってカタログ見るじゃないですかそうすると今みたいなストーリーがね自然にカメラのロ画クバターを押すとこう湧き上がってくるんですよね まあメロンパン食べながらねドライブ動画を撮っったりとかしてあんまりいいお手本にはなんなかったと思いますけども普段はこうやってねあの部屋の中で座った動画をお届けしてもう10年になります本当に本当にねこのね座った動画を撮り続けて、まあ、1億2億と突破するわけですから今不思議な世の中ですよね。はいえー、ということでねあの必ずしもおすすめするわけではないですけども。 ネットで稼ぎたいという方は YouTube でこうやってどんなこともネタにしてしゃべるこれを繰り返して1万本の動画アップロードを超えたあたりでは大い目安としては1億円が手に入ってるっていうふうに考えていただけばいいんじゃないかなと思いますねはいじゃあ以上ですありがとうございました